具材は揃えました。あれ、たこ焼きって生地にキャベツ混ぜるんじゃないんだっけ。混ぜるよ。違うね。え、混ぜてない。これ混ぜる家庭もいれば混ぜない家庭もある。どっちがいい。もう混ぜるのが主流じゃない。そうなんだ、うん、たこ焼きにキャベツ今から。え、たこ焼きにキャベツ入ってるよね。入ってる家庭もあれば入ってない家庭もあるって言ってるでしょ。どっちがいい。いや、入れた方が美味しい。ってことで、うなちゃんはキャベツを切ります。私はたこ焼きを作ります。たこ焼きを作ります。たこ焼きの生地を作ります。あ、卵とか持ってくださっちゃった。いいよ、レール持ってくる。いいね。入れない家庭多くね。普通入れんだろ。入れた方が美味しいよねっていう感じ。そうなんだ。卵1個に水 350ml。 ここにはキャベツって書いてるから。ここ生地はこのたこ焼きの粉を入れて、水 350g と卵1個を入れます。切りにくい、この体勢。キャベをみじん切りします。りーちゃんとタコパしようねって言って、実は一回もしたことない。りらが言い出せなかったら、ゆうちゃんは多分やるやる詐欺で止まるだろうって思ったので言いました。ありがとう。ちっちゃいまな板持ってきてから。水と卵入れてきます。いってらっちゃい。通れるかしら。ね、雫発表されたんだね。どうでしょう、私は。うわ、ちっちゃいまな板にするべきじゃなかった。正方形だから何にもできない。まあでも初日じゃなくてもきっと出られるのは間違いないから、初日にとらわれないでもろって。でしょ、みんな信じてなかったでしょ、6月にやるってこと。雫は6月にやりますよ。8人じゃない。まあ私たちも後にねレッスンが始まるので、それでやるんやで。りーちゃんは今たこ焼きの粉を混ぜてくれにいってます。水と粉と卵。タコ入れタコパにタコ入れなかったら何するん。ありがとう。シンプル無視。何言わなかった。パンパンだね。新メンバーもね、まあ、レッスン次第だけどきっと出れると思うので。新メンバーちゃんってだって公演はやったことないんだもんね。雫公園は驚きのこともありそうだから楽しみですね。そうなの？気のせいか。
ちっちゃいまな板でやるべきことじゃなかった。キャベツ今は生地を混ぜてます。宮崎さん、なんか本当は 350ml の水とこの粉だったけど、あまりにも水多いなと思ったから320ぐらいで止めました。うん、毎日新メンバーだけでレッスンってめちゃくちゃ前の話してない？ユーナのソーダ水見られるかな？どうだろう？あー、いい粉の匂い。全然匂いしない。本当に？結構ドロドロとしてます。100個もねないんだよね。40個しか作れない。だからタコ投げてきてくれたの。みじん切り大変。結構てか面積いいんじゃない？そんくらいで。何個食べる？とりあえず40個作れる配分だけど、なんかこういうのってだいたいもっと作れるイメージだから、もうちょっと作れそうじゃないっていう。キャベツ入る？うん、入るよ。入れていい？うん。テレビ見ながら切るものじゃないわ。ね、作ってる過程から楽しいね、高木って。はい。入れます。全部入るかしら。限界？いいよ全部入れて。これキャベツ？うん。いつの間に買ってたのキャベツ？昨日買いに行ったって言ったでしょ。溢れないよ。次、たこ焼きに大事なタコ入れるよ。足りないキャベツ、うん、いいか。足りる足りる。いや、生姜はりーちゃん好きじゃないから買わんかった。タコは安いのかな。これ大好き。このパックを利用しようかしら、ね、大阪で食べたたこ焼きはマジで美味しかったな。
個人的に結構大阪よく行ってたんだけど、お腹のたこ焼きだったかな、多分そうだと思う。めっちゃ美味しいよね。道頓堀よく行く。銀だこも美味しいよ。配信はするだろうけど、たこ焼きのこの作る配信もあんまみんなしないだろうね。レアだね。ねりーちゃん、うん、入るかな、この大きさ。ちっちゃい方がいい。もうちょっと、うん、入る。暑いかなと思って。たこ食べます。おいしい。うん、最近したっけ。してない。私焼くの得意。上手だよね、りーちゃん。いつもりーちゃんにやってもらう。いつもっていうか、何回やったっけ。2回くらいやったっけ、りーちゃんと。いつやったっけ。12月か10月くらいに1回やった気がする。11月くらいか。思い出せる。うん、もう1回しかやってない。ゆうちゃんと出会ってから2回やってますからね。2回やってますからね。あと1回どこだったっけ。たこ焼き器は丸くないね。丸くない、四角いだよ。あとはタコの他にもウインナーも入れます。私ウインナーたこ焼き大好き。あとチーズも買ってきた。761日。あ、400日なった。おめでとう。コンタクト入れてた。りーちゃんは400日らしい。今日で400日。ありがとうございます。じゅんふなさん、400日タワーもありがとうございます。やったー、400タワー。今日しかもらえないやつ。400日タワーありがとうございます。おめでとう。みんなも見てくれてありがとうね。いつもいつも。タコこんだけでいいと思います。ウインナー、ウインナーって結構切った。ほらタコもウインナーも切ります。でももう失業したら配信をする予定はないので、今のところ500日とかは、ね、行かないと思います。
ピエンピエンだね。ありがとう。かわいいゆゆ。400日ありがとうタコパーティーにしたテロップ。賢いじゃんゆうゆう。ゆうゆういつも気づくよね。賢いゆうゆう。さあ準備はできたよ。さあ記事も準備はできたよ。準備できた。二人でやれば早い。早いね。これは冷蔵庫。キャベちゃんもとりあえず冷蔵庫。ちょっとしまってきますね。さあ容器を持ってきます。ソースは有名なやつじゃない、おたふくってとこのお好みソース。まあたこ焼きもお好みソースも同じだろうということで、この前に買っといたやつを使います。ちょっとお皿洗ってくるね。ゆうちゃんこれも、はい、はい、じゃあ、でこのいつも焼肉パーティーをするときに使うこのホットプレートでたこ焼きパーティーもします。これでブルーノっていうところのねやつなんですけれども、これを使っております。よし、じゃあはめて電源を入れます。こんな感じ。タコパショールーム自体でするのいつぶりだろう。っていうか白い T シャツ着てるから顔面が黒い。ちょっと失礼します。あ、白くなった。パリピとしてだっけ、いやパリピとしてない。
そも最後はたこ焼きじゃなくてホットケーキだったような気がする。え、ホットケーキパーティーなんてしたっけ。服部くんのルーム開いたらランリーが一人で映っていがち。ごめんね、ごめんね、ようなじゃなくて。私とホットケーキ作ってたね。え、私誰かとホットケーキなんて作ったっけ。やばい、全然記憶になくて草なんだけど。りんちゃんネギ入れる？うん、ネギ入れた方が美味しいんじゃない。パンケーキ作ったっけ、ショールームで。全然覚えてない。火つけた？つけた。いいよ、抜けて。怖い。怖い。いいよ。油いるね。上手にできた。嘘。あ、タワー来た。マリアマさん、アットマーク、リラン中。イエーイ。400日タワーありがとうございます。やったやったやった、ありがとう丸山さん。え、私作ったっけパンケーキ。だいぶ前、地元の幼なじみとパンケーキ作ったっけ。めっちゃ前、それってもしかして2年前とかの話かな。昔すぎて私が覚えてない可能性ある。たくさん作れますよ、はい。見るかしら。あ、油持ってきます。油。でもタコパはもっと前だとちょっと言うような気がする。じゃあね。じゃあ今からキッチンペーパーで油を敷いていきます。油、ちょっとね、油を引く専用のものがないのでね、この家はキッチンペーパーで代用するよ。まんべんなく油を敷いていく。こちらがいますね。ゆうちゃんちょっと向こうで洗い物しちゃうので、もうちょっと待っていただいてね。はい、こんな感じで、よいしょ。おい、ありがとう。じゃあ生地を敷いていく。ちょ、生地を敷いていきたいと思います。私たこ焼き作るのうまいんで任せてください。では生地を、見えないね、これ見えた方がいいよね、これ見えた方がいいけど見えないよね。あったあったあった。
見えないかしらね。怖いなこれ。全然向こう側だった。まあいいか。じゃあ危ないっていうことも加味してこのまま焼いていきたいと思います。きれいにスマートにされ大丈夫大丈夫。いきます。もうちょっと水入れた方がいいかな。確かに安全第一。もうちょっと水入れ、なんかドロドロでいいんだけど逆になんか足りなさそうだな。ゆうちゃんもうちょっと水を。ちょっと水を足します。ちょっと当初のあれより少なめに水入れてたから水をちょっと足す。これむずいかもね。これちょ入れましたが生地をもうちょっと水入れればよかった。ゆうちゃんこれ40個も作れないかも。え嘘。いや生地が足りない普通に。これ24個作れる一気に。24個。うん。マシュマロとかは入れないよ。とりあえずじゃあタコからまず入れてきますね皆さん。タコから入れます。タコ、タコ、ネギ、ありがとう。チーズいる？まだいい。まだいい。タコ、まあでも十分よね。残ったタコは普通に私たちの夜の深夜のお供になりそうね。1個がでかそうだよねそもそもね。それはある。1個がでかい。ワクワク。よし。では竹串で回していきます。イエーイ。そんな記事あれだったんだね。ノリラがもうちょっと水入れればよかった。あれみたいになっちゃうね。天かすはないな。天かす欲しかった。うん。ネギ入れる？うん、任せるよ。入れていいよ。半分入れるね。お、すごい作りやすい。ドバってなっちゃった。作りやすい？なんか見てほらちゃんとさ、本当だ。ここ仕切りができてるんだね。うん、すごいロシアンたこ焼きってくるけどさ、普通の2人でやってもね可愛いたこ焼きだよ。
生地足りんわやば、買ってくればよかったな。ちょっとあれやばい、これ1個で終わっちゃう。えー、楽しくないな、それは。買ってくるかリラ、あれみたいな。やばい、1個で終わっちゃう。この前みたいなホットケーキミックスみたいな、ホットケーキたこ焼きみたいになっちゃう。たこ焼きって結構シャバシャバ、あれでもシャバシャバじゃないの、うん、水足したから。こういうことか。やばい、一回で終わるあかん、24個で終わっちゃった。ウーバーイーツとかいないかな。たこ焼き粉どこよっか今。うん、え、じゃあ見せてあげる。こっちでまだですね。買ってくるよ。ウインナーとか食べたくない？食べたいけど。もふもふのたこ焼きになるね。うん。でもすごいね、キャベツとかあのいっぱい入れたから、あ、足りなかったからちょっと。まだですね。コンビニ粉売ってなくね、絶対売ってないよ。嘘、売ってそう。たこ焼き粉見たことない。コンビニ行くならスーパー行った方がいいよ。まだだ、まだまだ。100円ローソンはないな。ある、本当にある。コンビニに売ってる、売ってるコンビニはあるっちゃ。たこ焼きに揚げ玉欲しいって思ったことないかも。確かにカフェイベでたこ焼き作ったな。カフェイベでたこ焼き作ったの。うん、作ってファンの人一人一個あげた。1個だけなんだ1人1個青のりはある。あ、できた。りーちゃん上手だから。私は1ミリたりとも動きません。なんか大きいね、普通のたこ焼きよりも。あ、2回やったね。思い出した。もう思い出した。1回目がもう、いや2人で2回やったかと思ってんって思ったんだけど、違うね、人いたわ。うん、あの時がもうモフモフのたこ焼きだった気がするね2回目も人いたよ。うん、じゃあだから2人でやったことあったっけ。2人でやったことはない。ソースはあるんだよね。まあ、いや1回作って食べて足りなかったら買いに行こう、うん、そうね。でもウインナーのたこ焼き食べたかったな、ね、食べた。せっかく切ったし、まあ、まあ終わってから2人でやるっていう手もある、ね、うん。なんでかって今日めちゃくちゃ寝たからね。そうなんです、ね、私なんか昨日の夜気絶してたよソファーで何時間寝てたんだろう。5時間4時間くらい、うん、寝てたからで起きてまた寝たから。ゆうちゃんいいよ、そろそろ戻して。きっとゆうちゃんのファンの人はゆうちゃんの顔を、うん、いつでも見れるからねたこ焼きアイドルがたこをひっくり返してる姿の方がレアだよ。
映してあげたいんだけど全然映せないんだよね。りーちゃんファンはゆうなちゃんの画面を見に来るといいかもよ。今ウインナーだけ焼いて食べてもいいんだけど、ウインナーのたこ焼きが食べたいんだよね今。そう、ウインナーにチーズが入った古いマークのたこ違うね。でも2個ぐらいは作れるよ。初めてこれでやるからさ。そう、6時に起きたの。朝早かったでしょ。起きたんだよちゃんと。その時にはなんでその歌これなんでだろう。色黄色いかな。黄色いって何。やばい、ずっとたこ焼き食べたかった。手伝う。てかやった方がいいよね絶対。やった方がいいはずちょっと油をもうちょい入れればよかった。ちょっと移しますね。手伝わなきゃいけない。それはそれ、油が足りないかも。ちょっと油足りなかった。うん、結構気持ち多めに入れた方が良さげだったかなって。けばもう入れたつもりだけど、あにゃゃゃゃ熱い熱いひっくり返せるかな。下手くそなんだよね。生地は美味しい。わ、生地うめえ。やるの頑張ります。でもやっぱなんかすごいボリューミーだね。うん、この器がね繰り返せない。ゆうちゃん苦戦中です頑張れゆうちゃん頑張れ。よいしょ。よいしょ。入った？うん。何分かかんのこれ。コメント一切見れない。ごめんね、ちょっと必死なよ。油をもうちょい入れればよかった。手元を移してあげたいのだが、そうだよ、食べ物には目がないから。あ、ちょうどいい感じじゃないか。なんで上着着たの。黒い、白いと顔が茶色く映るから。あ、立たなかったわ。ごめん、諦めて。諦める。あ、やばいやばい。大丈夫？
しょ。やっぱ油はなんかびちょびちょに入れた方がいいね。入れたけどなんかそこまで超びちょびちょっていうほどは入れんかった。りーちゃんは油に反省しています。はい、油に反省してる。でももうあと数個ちょっと、はあ、この辺は多分もう来てますね。あ、でも美味しそう。すごい生地が余ってる。もったいね。入れるんだよこれ。そうなの？うん。入れたよゆうちゃん。この辺全部ネギ入れたからじゃない、その辺詰め込めば多分。よもっちもち。火消えてね。いや、ついてる。ついてる？うん、赤くないよ。なんか一定温度になったら消える。これ聞いてる。でも思ってると、そうか、うん、あ、タワー来てる。モノピョンさん、ごめんね、気づかなかった。モノピョンありがとう。400日タワー。油足りなくね。どこに夢中だった。油入れる。油入れる。足りなくね。ついちゃう。ねえ、のっけるお皿ある。あるけどまだね。この辺はもうできてる。へえ。なんか見て、クッキーシューみたい。なんかね、ふわふわね。油足していいと思うけど。油足す？うん。まだ早くね？いや、できてる多分。カリカリがいい。でもゆうちゃん、カリカリがいいならもう揚げた方がいいよ。え？違うよ、周りカリカリにするんだよ、油にして。そういうこと？うん。いや、ありがとう。これ油だよね。
揚げたこ焼きのが美味しいと思っちゃう。やばい、タコがこんにちはしてる。こんにちはしてるね、それは。こんにちはしてる。固まってない、全然。油は飛んでない。ちょっと温まんないと繰り返しなさそう。楽しいね、でも。うん、あ、ね、すごいいい感じに。こんにちはしてる、タコが。こんにちはしてる。はぁ、でもこんにちはしてたのもなんかだんだんまとまってきたりとかしちゃっておるので、いい感じっちゃいい感じ。なんか出てて大丈夫。ファイト、ありがとう。たこ焼きにファイトはちょっと違うぞ。いや、頑張れ、作るの頑張れって言ってるの。生地がモフモフすぎてちょっとあれね。もうこの辺全部できてるよ。取る？ソースどこ行った？ソースここにある。ウィンナー食べたいな。買ってこようか、リラ。うん、みーちゃんが行ってくる。たこ焼きってのは大変。いや、もっと食べたい。食べたい。この辺も青のりはいらない？うん、大丈夫、ゆうちゃんの作った。いらない。あとはゆうちゃんゾーンのみです。だって結構真剣にやってた、時間忘れてた。けど1時間経ったんだね、もう。早くない？早い。けど1時間経っても食べれてないよ食べれるまでに追いつかない。ゆうちゃんのとこもいいんじゃない？もうまたぐじゅぐじゅ嫌い。じゃあリラ食べていいかな。うん、どうぞ。
これ全部 D ちゃんのやつ？違うよ。一緒に食べるんだよ。かける？うん。おお。いっぱいかけて。はい。ということで早速食べていきたいと思います。欲しいな。うん。いらないか。よし。見せてよ、見せるね。とりあえず作ったのはこんな感じです。なんかチョコシューみたいな感じ、こんな感じです。ではね、いただいていきたいと思います。ゆうちゃんはジュクジュクがいやらしいのでまだ焼いてます。カリカリになんない。でもなんかなんでだろう。しないでよ。じゃあカリカリがどんな風なのかわかんない。うん、ふん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 。なくるか、いけるよ。今テレビ見てって言ってたのかと思った。なんだい。うんふん、おいしい。あっか、マヨネーズはいらないの。うん、もうがいい。食べたい、おいしそう。でもでもさ、お店で食べるのはさ6個か8個で十分だけどさ、家で食べるのって足りないよね。ちっちゃいからだよ。なるね。おいしいよ。でも先に出してたものがちょっと冷めかけつつあったから食べれています。あ、ゆうちゃんのファンの女の子がタワーくれた。そう、いくぴちゃんアットマークりゃんりん400日おめでとう。レア、ありがとうございます。先日に引き続き、いくぴちゃんありがとう。ケーキタワー、ケーキ食べたい。これは食べない？食べる。多分大丈夫だと思う。はい。あー。大丈夫。うん、うまっ。うまぁ。ありがとう。あ、こう。うん。美味しいね。うん。ゆうちゃんのもでもすごい色が変わってきて、こっちクッキーシュ、なんかチョコシュみたいな色してるけど、ゆうちゃんのはちゃんとたこ焼きみたいな色になってきてる。あっ、うまっ。あ、うん、もうちょっとでできそうだよ。行く方がよ。何点？100点しか勝たんだろう。あく。あく。ゆりりじかわいいだって。ありがとう。足りませんね、これ。これだけじゃ多分足りない。おいしい。ゆうちゃんのはいい感じになってきてます。うん、いい焦げ目ついてってる。うん、飲み物はカルピスとゆうちゃん側にフルーツティーがある。
キ入ってるこれ、うん、おいしい、うん、それいっか、ふわふわ知ったみんなで登場、大変準備した泣いても笑っても愛してんだ、ゆうちゃんは結構じっくり派なんですね、ずっと焼いてます、うん、カリカリだもん、カリカリ揚げ、揚げたこ焼きが好きなんだよ、覚えといて、うん、みんなは何食べてるの夜ご飯、カウントダウン TV とか久しぶりに見ない、うん、久しぶり、うん、君しか勝たないって歌があるのね、ほんとなんか今時の歌ばっかだね、リンちゃんに似てる、この子がセンターなの、うん、この曲かわいい、キョンコ、うん、うわ、カツオのたたきとかいいな、そう、銀だこ、ゆうちゃんは銀だこみたいにしてる、ゆうちゃんのも食べます、私はマジでベビーカステラかチョコシュー美味しい、ね、私のマジでチョコシュー見た目、あかんわ、でもたこ焼きってオリーブオイルで作るとおいしい、うん、牛タン定食だっていいな、昨日食べたけど、親子丼、銀だこ大好き、なんかこの前りーちゃんと銀だこ行ったんだけど、なんか時間めっちゃかかるみたいになってね、うん、諦めたんだよね、でも最寄り駅に美味しいたこ焼き屋さんがあって、いっぱいなんかかけるタレがあったから気になってる、今日 HKT と NMP 出るよね、うん、生これ、そうじゃない。心配だったから、なんかと思うんだ。かわいいね。冷凍たこ焼きチンしてきたんだって、お揃いだね、うん、最近舞台見に行ったんだけど乃木坂の方出てました、うん、したたこ焼き買ってきたなって嬉しい、みんなたこ焼き買ってきてくれてる、全然誰かわかんない、でもでもリータの方が詳しい、確かにわかんない誰、
何期生が多いんだろう、4期とか。うーん、マイヤーは出てませんマイヤーはもうやめたよね。ミサッキーとか詳しかったイメージあるけど、ヨダちゃんはわかる、山下美月ちゃんもわかる。注意かな。ああ大好きな曲、ハドシーでサマー。あ、分かった、もう一個歌あげよう。ダメ、浜辺ゆみさん、え、飲むくらいだって違うよね。赤かわいい山下美月ちゃん、もう5年前の歌なんだこれ。ほんとだ、2016って書いてる。みんなは乃木坂好きですか？なんか月曜日の深夜に多分乃木坂の4期生の番組やってると思うんだけど、ね、毎週見るよね。なんかその時ちょうどお風呂上がりくらいだからさ、その時間帯って、うん、いつもなんかドライヤーとか毎週見てる。でもしながらなんか気づいたらその番組いつもやってる、うん、工事中じゃなくてなんか4期生は昔の歌歌ってるアイドルの曲歌ってる。昔好きだった、テレビ見るくらい。うーん、そう、昭和歌唱曲のやつ、うんうん、2016年で言うとチームメイトのショールーム配信が確か始まった年ですな。へえ、そうなんだ、そんな前からショールームってやってるんだ。そう、うん、大丈夫大丈夫乃木坂スター誕生ってやつ、それ。言ってその番組を見ようと思ってやってるわけないけど、うん、テレビつけたらいつもやってる。ピロロランド、あれ HKT だっけ、ピロロランドって。そうなの、うん、あれ違ったっけ。ちなみに天神姫も2016年です。詳しいんですね。なるほどね、天神姫野郎だからね、うん、1個ちょうだい、あげる、クッキーシュたこ焼き、多分足りない、足りへん、ウインナー食べたいもん。小麦粉でやったらどうなるんだろう、まずいか。え、作れるよね、だし、あ、だしがないんだわ今。小麦粉、薄力粉で作れる気がする。
あなたがヒラヒラの服でたこ焼きを焼いてテンパってたのは2017年ぐらいですかね。マジ？よくわかるね。小麦粉でたこ焼き、私がね、へえ、たこ焼きやってた2017年か。ゆうちゃんの一個ちょうだい。うん、暑いからね。ゆうちゃんのカリク、めっちゃ湯気出てるから今食べない方がいい。出汁がないからどうしようって。ね、みんな気がくるくる。でも最近りーちゃんの昔の写真を見たけど本当に赤ちゃんでびっくりしちゃった。めんつゆはある？めんつゆで作れる？本当だ。 HKT と NNB なんだ。いいな。最近コラボするの流行りなの、ピューロロランドと。あ、うん、さくらさん、あなたにあげたいメロンジュース。服が一人だけなんかおしゃれ？違うでしょ、これみんなツイのやつだよ、この衣装。そうなんだ。そうだよ、かわいい。かわいい。なこちゃん。なこちゃんとか言っちゃったらダメだ。かわいい。キティちゃん。かわいい。シナモが1位だったんだよ。見た。見た。かわいいね、ヌービーも。服かわいいんだけど、キティちゃんのドーナツいっぱいついてる。サク食べなんだ。かわいい。かわいい。かわいい。食べたパンからの花びら、浮いて思い出と一緒に。かわいい。私ナコさんがめっちゃ好きなんです。可愛すぎる。みんな白くない？ね。みんな肌白いんだけど。ポチャッコ？うん。ポチャッコってでかいんだね。うん、そうだよ。でかいんだよ。なんかもっとなんかコンパクト。そう、モンシナみたいな感じだと思った。かわいいかや。細っ。手が細い。誰？さっくんさん。かわいい。わ、ねえ、みなさんも卒業するよね、そういえば。衣装がかわいいね、MB。韓国みたいな衣装だね、なんか。あ、ココナちゃんだ。みんなかわいい。みんなと陰いて別にそのなら盗んで。
長い、長い市9年前だって。早っ。レイちゃんの衣装かわいい。NMB もかわいいな。あ、ミンチャーさん、頭クリラン中、タワーありがとうございます。400日ありがとう。しだれ柳って虫違うか。新曲これ。うん、そうなんだ。すごい、こうなってるんだピューロランドって、うん、かわいいポムポムプリン。ヤナギの種類です。あ、虫でもなんでもないか。可愛くてな、無言で見ちゃう。コジリンさんのショートが可愛すぎて自分もああいうショートにしたくなってきた。可愛い。うん、確かにチックチョックで見るよ。可愛い。どっちも可愛い。どっちも違う可愛さ。うん。うん、確かにミルの装置が延期になったんだよね。うん。ミンチャーさんありがとうございます。そう、完全にオタク化しててマジで無言で見ちゃってた。たこ焼き見始めたんだけど、めんつゆだけで作れるのかな。ねえ、この歌よくどこかで聞くけど、どこだろう。スーパー、スーパースーパーか。作れるっぽいよ。本当？小麦粉でいいんだよね。この位置小麦粉あんの？あ、夢つけてる。やってみよう。美味しそう。焦げ目がいいね。小麦粉と、うん、めんつゆと、小麦粉、うん、それ薄力粉じゃないの。うん、なんでしょ。作れないわ。そんなちっちゃかったのね。薄
100g ぐらいしかなさそう。100もないんだ。70、80くらい。200g で2人分。まあでもある分も作ってもいいんじゃない。買ってこようか。うん。買ってくるよ。行っちゃうの。一回切る？うん。いいだよね。行かないでしょ。切るよ。一回一緒に。うん。じゃあ買いに行ってきます。キャンピングガム。だね。13位 D ちゃん、12位台湾中心おみずきさん、11位新血アットマークなとりどんさん、10位黒犬アットマーク昨日はお祝いありがとう生涯ゆうなだけを愛し続けますさん、9位イナジアットマーク二十歳のゆうなを彩りたいさん、8位リンゴリンガーリンゲストさん、7位香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークナトリドンさん、6位マジバナちゃん、5位バラキのタイムアットマークナトリドンさん、4位チョロさん、3位 TK トンカートマークタイのナトリドンさん、2位ユウキさん、1位ロロさんです。ありがとうございます。ではテキラも行こうか一緒に。うん、大丈夫、一人で行ける。行けないけど行くしかないから。いいよ、行きます。うん、大丈夫。